局としてやってる局ばかりでしてね、あの超今日歌うかへんだなと思ったんですけど、最初ちょっとあの最後1曲だけね、あの高校3年生の替え歌を用意してますので、あのまあそちらの方で、こんな曲歌いますけども、はい、1曲目はあのアマちゃん、土曜日昨日ですね、再放送が終わりました。あのちょうど10年前になるんですかね、あの、まあ、東日本大震災の、あと、まあ、復興の手助けのために作られたドラマです。あのもう10年前やのに結構忘れてる部分がありましてね、あの再放送見ててもあこんなやったかなという感じでね、じゃあ次の曲に行きたいと思います。次はね、カラオケで、まあ、歌われている曲で、12位か大体12位か13位ぐらいで割に人気のある曲なんです。太田裕美さんという方が、まあ、今もおられます。木綿のハンカチというね、歌で、まあ、有名になります。この曲は長距離恋愛の、まあ、ことを歌った曲なんですね。男男性の方が東京を夢見て出て行った。つまり女性はずっと待ってたけど、だんだんその東京に行った男は心変わりしてしまって、都会の都会に染まってしまって、まあ、最後は女性がせめて何かを求めの反対していこうというふうな、まあ、ちょっと悲しい内容なんですけど、あの歌詞カードをつけていただいてます。